づき始めり吹き出てるメロディっ私たちジュンポカイドルサミューです。よろしくお願いします。
ニューです。はい、セニャンことニーハラセナです。セニャンが、はい、ニルも楽しんでいけますか。頑張ります。よろしくお願いします。はい、やーちゃんこと小林優衣です。やーちゃん、皆さん眩しそうですね。しっかり目開けてみてください。よろしくお願いします。はい、綾乃こと木下綾乃です。ありがとうございます。この眩しい太陽を味方につけて楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、海ゆいことぬまみです。なんかすごい開放的な、さっきも言ったけど、なんかすごい楽しいんですよ、屋上って。だから皆さんも一緒に楽しい気持ちで私たちのことを見ててください。よろしくお願いします。はい、ミスこと西園ミスです。ミス、ありがとうございます。なんかリリースイベントならではな空気感ってあるじゃないですか。そうだね。なんか初めましての方の顔がたくさんあったりとか、うんうん、 ね、そういうのもすごい嬉しくて。今日はちょっと特別な日になるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いや、隠れたなぁ思って太陽が、うん、確かに、でもみんなの顔見てれば分かるんだよな。そうそう、みんなの目が飽き出したからさ。別に開いてんだけどね。そうそう、開いてる、開いてるよね。無理せず開くっていう。そうね。じゃあ今のうちに、じゃあ次の曲行こう。そうね、今のうちに、今のうちに、今のうちに行こう。かわいい曲なんで、はい、初めて聴く方もいるかもしれない。それでは聴いてください。シークレットブルーメモリーズ。Thank you.
Yeah!
シークレットブルーメモリーズ、あとは今夜パノラマ3曲続けて聴いていただきます。楽しいね、マジですごい、テンション高いです。ちなみに目覚め乙女、はい、初めて聴いた方いますか、いるんじゃないか、結構久々にいるかもしれない。本当、めっちゃ可愛いですよね。さあということで、はい、もうねあっという間に次が最後の曲なんですけど、そう、その前に、うん、ちょっと今日お知らせいっぱいあるんですけど、はい、いいですか、あの後で特典会でテストするんでちゃんと覚えて頑張ってください。私の方が覚えてない図星まずはあさってサンミュー初のネットボイス会っていうのがありまして、はい、昨日とかそうボイスっていうカップリング曲もあるんですよ、うん、今回、うん、それにちなんでなのかな、ちなんでる、じゃあちなんでみましょ う, そうちなみまし た, ました私たちが、うん、あなただけに送るボイスをボイスメッセージが手元に届く感じ恥ずかしい、これなにさんみたいなやつが届くんでぜひなんとかさって言ってしかもそれを配信しちゃうんでしょ、ね、それを撮ってるところを配信してそれは自分の手元にしか届かない、恥ずかしい、恥ずかしいな、でもそんなのさアイドルなんだから、なんだよ、そうだよ、前が言ったやつやん、この間やられたわ、そうだよね、そうネットボイス会のあさってなんで、はい、ぜひあのサンミューの公式 LINE アカウントがあるんで、うんうん、ぜひお友達登録してください、よろしくお願いします。はい、あとは盛りだくさんですが、そうなのよ、誰から行く、はい、みなちゃんから行こう、はい、3月20日なんですけど、うん、私 の, あの生誕祭があります、イエーイ、とてもあのゆるい感じ の, あの生誕祭っていう名のパーティーなので、皆さんぜひぜひあの初めての方もね、今チケット一般発売もスタートしてるので、うん、ぜひぜひゲッホしてください、ゲッホしてください、ゲッホしてぜひ遊びに来てください、うん、銀座のパセラで行います、ね、お待ちしております、はいはい、320、そしてあの今日新しくあの発表されたやつなんですけど、3月26日にあのヤマハ銀座スタジオにてライブを行いますので、うん、皆さんぜひお楽しみにしててください。まだね何も言えないんですけど、ね、お楽しみということで、苦しくないやつなんですけど、ね、はい、そう苦しくないやつです、絶対楽しいです。そしてじゃあヤマハ銀座つながりでいきますが、うん、4月2日にライブがありまして、この日のライブ一部二部構成なんですけど、一部が私西澤ミスの生誕祭をやらせていただくことになりまして、当日やから、そうなんよ、ね、え42歳、おーじゃないよ、おめでとう、おめでとう、若く見えるでしょその周りにも頑張ってんねんなで一部が13時から生誕祭で、次17時から2部なんですけど、2部はサンミュのサンミューメイツアコースティックってアコースティックライブがありますので、ぜひ両部チェックしていただきたいなと思います、はい、お待ちしております、はい、そして、4月8日に、私木下彩乃のソロイベントが開催されることが決まりました、いらっしゃい、ありがとうございます、場所がですね渋谷の、デッセを見に行ったところで行われるんですけども、今回ちょっと一人なので、うん、ぜひ皆さんに応援してもらえたら心強いなと思います、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、そして4月の22日に、西原さんです西原さんとこちらの2人ね、篠崎愛さんとアコースティックのツーマンライブをさせていただきます、はい、アコースティック生演奏ということで、ぜひ聴きに来てほしいなと思います、よろしくお願いします、大会山アルプさんです、はい、よろしくお願いします、はい、それでは最後の曲です、聴いてください、桜色プロミス、溢れ返る光、どうせ
夜見た青空を
届いていますか。何気なく髪を撫でる大きな手見つめ目指しせる少し